倒し込む。ほら来た。ね。前倒し込んだら一発で来ます。面白い。これね、ジグ作ってておもろいのは、自分が意のままに、アクションできて、ね、その通りに釣れるのがすごくおもろいよね。魚が、まあ、具体かな、鉛の塊に食らいついてくる、この、まあ、騙し切ったっていう、その喜びがね、あります。どうですか？ね、いい感じでしょ？はい。ということで、まあ、発売待っといてください。猫メタル。プロト。夕方です。さあ今からですね、大阪湾に、ガシラメバルを釣りに行きたいなと思います。ここはですね、堺の、まあ、大浜というところにある、まあマリーナなんですけれども、ここから、今回お世話になる、シーマジカルさんですねに乗って、沖の魚を釣りたいなと思います。はい、そしたらね、今回使うタグの説明を軽くしたいなと思います。まずね、僕、船に乗ってそのロックフィッシュを釣るときは、まあ、釣れるの前提、まあ、船長さんが釣れるところに連れてくれるだろうなので、そういう考え方があるので、タックルでね遊ぶんですよ。たくさん釣れる魚を、いろんなタックルで、まあ、釣り味を楽しむというか、だから今回も、例えば、まあ割と固めのバスロッドの中では柔らかいんだけど、ロックフィッシュ、メバルとかに関しては硬い竿を持ってきてます。これですごく繊細なテキサスリグだとか、まあ、ボトムの釣りをしようと思ってます。これがですね、ハートランドの、スモールプラグスペシャル SPR ですね。でリールはアルファスの、SV が入ってます。でラインは PE の03、っていうぐらい細いですけど、試してみたいですよね。で次に、まあ、一番メインとなる竿、これがですね、バレーヒル葵からですね、出される、まあ、プロトモデルなんですけども、7フィートのウルトラライトアクション、すごく使いやすい竿です。これがまあメインになると思います。メバルも釣れるし、ガシラも釣れる、でアジも釣れるという、まあ、何でも OK の竿です。はい。でリールがですね、2000番台のイグジスト、それからラインが、これはですね、B の02を巻いてます。で、リーダーが08フロロです。はい。で、ここからですね、もう一度面白い竿があるので紹介します。こちらはですね、バスロッドのプロト。バスロッドなんだけど、多分世界一面白い、世界一柔らかいバスロッドかなというぐらいの、竿になってます。これはハートランドから、2016年にリリースされる竿のプロトを持ってきています。でこれの特徴はですね、バスの中ですごく繊細な、ね、ジグヘッドリグだとか、スプリットショットをやるときにですね、穂先と竿全体をすごく繊細にして、それで遊ぼうというコンセプトなんですけども、それって、まあ、海のライトゲームには、まあ、最適じゃないかなということで、今回持ってきています。で最後になります。最後はですね、もともとスピニングタックルで、スピニングロッドでね、非常に柔らかい竿がありました。それをですね、ベイトタックルに改造しました。なので使いやすいわけがない、そういう竿を持ってきてます。でこれらを使って今日は遊んでみたいなと思います。でなんかね、状況的にはメバルが厳しいと言ってました。なので、まあ、手を変え品を変え一匹でもね、メバルが釣れたらいいかなということで頑張りましょう。はい。絶対寒くなるしね、ちゃんと着とかんと、ね、さてじゃあ出発しましょう。今日お世話になるのは、堺のですね、シーマジカルさん、ね、島原店長、店長やね、
はい、島田船長です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日どんな感じなんですか。今日はね、明るい時間に、はい、まずメッキを釣って、メッキ、はい、はい、狙って、はい、で、ゆうまずめに粘る、はい、粘る、はい、で、そこからあわよくばアジ、はい、ね、メバルなんか厳しいって言ったんですけど、大丈夫ですか。昨日だいぶ厳しかったんですけど、まあまあ、中村さんのテクニックで、はい、頑張ります。まあ、ガシラは釣れるんですか。ガシラは釣れる。あ、ガシラは釣れるそうです。あの、当たりがなければガシラで遊んで、はい、またメバル挑戦して行ってみたいなと思います。はい、この骨メタルジーク当たりやわ。あの、シュンとシャグと前で行くやつもんね、こう、割るように、シャンシャンシャンってやった時にプーンって前行ったら嫌いに行ってくれよ。ハハハハハ、これ、これよいしょー。いやー、どんどん釣れますね、これ。いい感じです。なので、投げて、いきますよ。投げて、落とします。落として、こうしゃくっていくのね。どこで、前、倒し込む。ほらちゃー。ね、前、倒し込んだら、一発で釣れます。面白い。これね、ジグ作ってておもろいのは、自分が意のままに、アクションできて、ね、その通りに釣れるのがすごく思うよね。魚が、まあ、なんて言うかな、鉛の塊に食らいついてくる、この、まあ、騙し切ったっていう、その喜びがね、あります。どうですか？ね、いい感じでしょ？ということで、まあ、発売待っといてください。猫メタル、プロト。でこれね、うん、前が重たくなってます。で、今アクションさせてるのは前が重たいので、引っ張った時に前滑り出します。滑り込むアクションが起こるんで、その時に魚が、加速したこの猫メタルを追従して食らいついてる、そんな感じで今食ってます。これね、シャンシャンシャン、ちょうどね、もう横引きにするとミノーのようなアクションが生まれてるんで、投げて落としてで、水噛んだあたりからシャン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 、こんな感じ。あたった。最初のね、一匹を追わすことが大事なんですよね。一匹を追わすと、多分後ろからね、五六匹追ってくるんで。上げて、着水、沈めて。後ろからついてきてるか、どうだ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 、あかん、焦ったから、もうちょっとね、沈めたら、オアシャー君ね。うわ、いっぱいおんねやろな。よいしょ。じゃあここでちょっと他のものも試してみたいと思います。ういっ、取れました。さあ、どんどん行こう。